そんな無礼なことあるかっつう話ですよ。そうでしょ？はい、どうも、私がアキラチャンネルのアキラでございます。で、今回ね、ちょっと面白いもとがあるんで、そちらをね、ご紹介しようかなと思うんですが、まずね、最初にこちらをちょっと見てもらおうかなと。これ、MOD101 というね、EH プロという会社が出してるやつなんですけど、結構有名ですよね、こちらはね。で、人気もあると思うんですが、ワンボタンで操作するタイプの、22ミリのテクニカルモッドになります。チューブ型のね。はい。で、今回私がね、それを踏まえてご紹介いたしますのはこちらですね。MOD101 です。それは冗談なんですけどね。はい。で、こちらはね、電子タバコベイプ .net というショップさんがございまして、そちらのショップさんとね、 EH プロが共同で作ったオリジナルモッドになるんですね。はい。で、これはね、YouTube で私、この商品ページ見かけまして、ちょっと面白そうだったんでね、購入したんですが、それがね、なかなか使い心地が良くてですね、もう購入したのは1年以上前なんですが、なかなかね、ちょっと気に入って使ってるんですね。で、ネットとか、ああいうところで、あまりこのモッドの話を聞くことがないんで、それならちょっと動画にしてみようじゃないかということで、今回動画を撮ってるんですが、これね、見たまんまね、もうベースはMOD101なんでね、操作とかそこら辺は全部一緒なんですね。で、いくつかね、そのMOD101から変更点を加えたモッドになるんです。で、見た目上はね、もうほとんど一緒ですね。ここのケツのところにプロトタイプという刻印がされているのと、ここにデザインドバイ EH プロ、フューチャリング TS というね、作った方の名前、イニシャルが刻印されているということですね。で、こちらの正式名称はですね、EH プロフューチャリング TS、モッド 0.99N/A プロトタイプという非常に長い名前になるんで、プロトタイプと呼ばせていただきますけれども、こちらのプロトタイプというのがね、言ったら試作品という意味なんですけど、モッド101の試作品というのをコンセプトに作ったモッドということです。はい。まずはね、ベースになってるMOD101からちょっと見ていこうかなと思います。はじめ！で、MOD101 がこちらなんですが、これはね、ちょっとこんな感じでね、これ、すごいね、つなぎ目がね、近くで見たらわかるんだけど、遠くで見たらつなぎ目がわかんないぐらいね、精度がいいというね。で、これ、こういう感じでね、3つに分かれるんですが、18650と18350が使えるんですね。18650使うときはね、こんな感じで、これ3つ全部つなげてもらったら、18650が入るようになるんですが、これにね、例えば、こういうアトマイザーなんかをこうつけて、持つとね、非常に長いんですよ、これほら。長いでしょ、結構ね。で、長いんで、僕は基本的には350を使うんですけども、350を使う際はね、これ1個外してもらったら、短くなりますんで、これにちょっとバッテリーを入れて、これ350ね。350。こんな感じでね、つけると、結構こんな感じの、非常にコンパクトなね、感じのテクニカルにしてはね。これがヌンチャクなんかと比べたらね、結構ちっちゃいですからね。これをね、ちょっと使っていきます。で、これ使う際は、これ今この状態ではね、これバッテリーがまだ接触してないんで、ここのアジャスターを閉めまして、で、接触した状態で、5クリック。で、ロゴが出てきて、使えるということですね。で、こちらのね、モッドはね、ワンボタンで操作するタイプなんで、ヌンチャクなんかはね、3つボタンがついてるんで、普通のテクニカルモッドと変わらないんですけど、こちらはね、ワンボタンで操作するんでね、ちょっと癖がある操作に、慣れればね、普通に使えるんですけどね。
で、この状態で、まあ、通電して吸えるんですが、まあ、メニューをね、出すときはね、まあ、3回クリック。で、パワーセット。で、もう1回クリックするとワークモード。で、なんとかかんとか。で、ディスモードをセット。で、メニュー終了と。まあ、こういう感じで選択できるんですが、これ決定はね、4秒放置なんですね。だから、パワーセットにして4秒放置していくと、こう、ワテージを変更できる欄に行くんで、そこでクリックして設定すると。で、最大 50W。で、下げるときはね、2回クリック。で、下げるマークに来るんで、これ下にこう、ぐーっと押していくと。まあ、こんな感じでね。まあ、出力は 5W から 50W まで変更できます。で、もう一回。で、パワーモード4秒放置。で、まあ、出力をまあ25ぐらいにしておきましょうか。で、25。これで4秒放置で決定。で、25W になります。もう一回3回クリック。で、パワーセット、ワークモード。これ温度管理とか選択できるやつですね。まあ、バイパスになっちゃった。で、まあ、パワーモードにしますね。で、パワーセット。これは25で OK だから放置。で、もう一回3回。で、このなんちゃらかんちゃらモードっていうのが、これがね、温度管理の抵抗値を初期化するっていう設定らしいですね。まあ、これ戻りましょう。温度管理使わないので。で、ディスプレイモード。これ右利き、左利きでそれぞれ変更できると。ライト、レフトね。で、まあ、戻りますね。まあ、そういう感じでね、操作していくんですが。はい。で、電源オフするときはまた5回クリックで、OK と。以上が、まあ、元101の操作になりますね。で、今回私がご紹介するこのプロトタイプの方。まあ、これもちょっと350にしときます。はい、それでね、まあ、これがね、350に変更したプロトタイプの方になるんですけど、まあ、まず変更点何か、5クリックで電源オンオフという機能をね、廃止してますね、こちらはね。まあ、なんでこのアジャスター閉めて接触した時点でスイッチが入ると。で、こちらの101の方はアジャスターを閉めてバッテリーを接触させた状態で5クリック。で、メーカーのロゴが出て、で、スイッチ入れれると。で、こちらは、アジャスターをこう閉めた時点でもそのまま吸えるんで、まあ、このね、レスポンスの速さがね、使ってて非常にね、使い心地が良い。で、あと、他の変更点っていうと、まあ、オートパワーオフっていう機能があるんですね、101の方はね。この状態で何も触らないで30分放置してたら電源が勝手に落ちちゃうっていう機能なんですが、まあ、こちらはね、オートパワーオフという機能をね、廃止してます。まあ僕はね、使ったらもう大体すぐ電源切っちゃうんで、まあ、そのオートパワーオフに関しては別に特に気になったことは何もないんですが。で、あと一応この5クリックしたら、横の mod0.99n スラッシュへというロゴが出るんですね。まあこれは作った方のね、遊び心らしいんで、機能面には全く関係ないんですけれども、まあ、N スラッシュ A というのが該当なし、で、0.99 というのが、まあ、バージョン1ですらないというね、意味らしいんですね。それで、まあ、イメージしやすいのがね、こちらの、クトゥルフのタコチューブとかさ、こちらのコリブリなんかもそうですよね。このアジャスターを閉めて、バッテリー接触させて、スイッチ入れて、通電して使うという使い方になるんですが、まあ、それと一緒だね。オリジナルモッドの方はね。これもこのアジャスター閉めてバッテリー接触させたらスイッチが入って、で、ボタンを押して吸うっていうことですからね。だからまあ、液晶のついたクトゥルフみたいな感じですよ。だからテクニカルとセミメカのアイノコみたいな感じかな。こっちのこの、まあこのアジャスター閉めて、5クリックしてこの EH プロで出て、で、通電できるっていうのと、このアジャスターを閉めたらもうすぐに吸えるっていうこの違いだよね。もう本当に些細なことかもしれないんだけど、これ使ってる時にね、すごい実感するのよ。このレスポンスの速さっていうのがね。この5クリックの機能がね、ないだけでね、すっごい使い心地がいい。
まあ、クトゥルフとか、こういうコリブリとかさ、こういうセミメカを好んで使ってる人にはね、すごくいいと思います、こちらは。まあ、現に僕もね、これは本当に気に入って、もう結構使ってるんですけどね。これはいいですよ。で、こちらのね、プロトタイプ、電子タバコベイプ .net さんがね、YouTube に、結構詳しく解説されてるんで、まあ、そちらのね、動画の方の URL をまた概要欄に貼っとくんで、まあ、気になる方はね、また見てみてくださいな。これ本当にね、使い心地いい。だから101使ってるとか、101好きな方なんかにはね、ぜひちょっとね、チェックしてみてもらいたいですね。はい。まあ、それで、余談になるんですが、今からする話はね、多言無用でお願いしたいんですけれども、僕のね、妻がね、妊娠中なんです、今。で、妊娠してたら、匂いに敏感になるんですかね、あれって。僕妊娠したことないんでわかんないんですけど、普段あんまり言わないのにね、結構匂いのことを言うんだよね、妊娠してから。で、僕が先日仕事から帰ってきたらですね、僕の方をね、見るなりね、開口一番に、お前臭いな、というわけですよ。で、仕事から帰ってきて、いきなり臭いなって言われたら、ちょっとイラッとくるじゃないですか。臭くねえよと思ってさ。で、僕もね、やっぱり、もうこれはね、僕も奥さんが妊娠して、今、つわり中なんで、子供の面倒を僕が見ないといけないなと思ってさ、あと家のこともしないといけないなと思うしさ、だから洗い物だったり、風呂の掃除だったりさ、買い物も僕が行けるときは行くしさ、で、子供のお風呂も入れるし、で、休みの日になったら、奥様をね、一人でこう、家でゆっくりさせてあげないといけないなと思って、子供をこう、公園に連れてったりとかしてるんですよ、僕も。で、別にね、それをね、評価してほしいとは思わない。困ったときはお互い様ですし、自分の子供ですからね、お腹にいるのは。だから当然のことかなと思うんですが、僕もね、それだけやってんだよね。できる限りのことはやってんだよ、僕も。それをね、朝から晩までね、仕事行ってクタクタで帰ってきて、それも家庭のためじゃん、言ったら。生きるためなんだけど、根本はね。家族のために働いてね、休みの日は、奥さんのために、やっぱり休むこともなく、子供と一緒に出かけてあげるって言ったらちょっと恩着せがましいかもしれないけどさ、出かけたりしてるわけじゃん。それでね、その僕に対してね、いきなりお前臭いっていうのはね、そんな無礼なことあるかっていう話ですよ。そうでしょ？で、臭くないし本当に。で、僕もね、ちょっと本当にその時はちょっとイラッときちゃってね、はいはいみたいな感じで言って、ちょっと自分の部屋なんかにこう入ってさ、着替えてたわけよ。で、臭いって言われたのがずっと頭に残っててね、それで自分でちょっと確認したんだよね。いや、本当に臭かったのよ。臭い。だから改めてね、この場を借りて言っときますけどね、皆さん、僕は臭い。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 そうなんです。僕は臭いんです。